こんにちは、ガンドです、今日もですね、オリジナルの手拭いを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、ね、いつも、私、手拭いをね、作る時の作る方法っていうかね、そういったものをいつもね、お伝えしています、まあ、いつも言っているように手拭いっていうのは、まあ、本染め、まあ、抽選ですね、イコール抽選、この方法とですね、あとはプリントっていう方法があるといつもね、お伝えしています。でちょっと見ていただきたいんですが、まあ、これが今お伝えしていた本染めの方ですね、これ私どもで、販売している手拭いなんですけども、日本の古典柄ですね、伝統柄の手拭い、まあ、こういったもの、これがまあ本染めなんですね。裏表がない本染めの仕様、それと、今もう一つ言っていたような、これがプリントになるんですね。プリントになります。でプリントの方をこのようにね、見ていただいたように細かいデザインまで表現可能なんですね。ですからこれがいいところですね。非常にいいところです。こういった衣装も綺麗に出ます。これがプリントのいいところですね。またもう一つ、インクジェットのプリントという方法があって、この方法ですね。これでしたらもうフルカラーでできる、作ることができる。またこれも染料プリントという方法ですので、非常に吸水性も良くて機能的にも優れているというのがこの染料プリントですね。やっぱり若干高くなりますね、その分ね。まあ、こういった作り方ができるっていうのが手拭いなんですね。でやっぱりですね、この表現の仕方なんです、作り方でね、やっぱりいろいろとそのデザインによってできたりできなかったりっていうのがあるんですね。ですから、まあ、今お見せしたように細かいデザインでしたら、普通のプリントであったりとか、あるいはインクジェットのプリントである方が綺麗にできます。で本染めっていうのは抽選で作ります。注ぎながら染めるっていうことになりますので、やっぱり線の太さっていうのが、にじみますのでね、やっぱどうしても 2mm ぐらいが必要になってくるんですね。デザイン的にもそうなんです。でその 2mm の線幅っていうのが、2mm があって 1mm があって 2mm っていうのは無理なんですね。 2mm があったら 2mm の隙間があってまた 2mm の線っていうのはね、まだやりやすいんですが、間のその細い隙間をこうつけようと思っても注ぎながらね染めますので、どうしてもにじむと、である程度にじむんでこう線がなくなったりする恐れがあるんですね。でそれをやっぱりね、染め屋さん、やっぱ職人も嫌がりますので、できるだけねこの隙間を開けるっていうね、そういったデザインでお願いしたいと思ってるんですね。ですからまあこの辺りっていうのは分からないこと多々あります。まあでこれでしたらね、まあパッと見は、本染めでできるかなっていう気しますけども、実際は、入稿してみるとちょっとこれは無理ですよっていうことがあったりしますので、まあ、そういったことっていうのをねやり取りしていたら、ね、やっぱり時間かかりますので、まあ、我々のような、まあ、プリントも本染めもできるような業者さんでですね、お聞きして、これ大丈夫ですかっていう形で、お願いするっていうのが一番いい方法だと思いますので、まあ、そんな感じでね進めていってください。よろしくお願いします。